ヒャルッピです。レオナです。ピッカピカダヴィンチです。おしょう。おお。ということでね、シャドウコリドー第3ステージ、なんちゃらのなんちゃら。うろこ流しのうろこ滝さん。うろこ滝さん。大阪せのステージをね。続きをやっていこうと。もうさあじゃん。もうすっげえ戻ってんじゃん。そうです。チェックポイントに戻されましたからね。そう、だからチェックポイントどこまで戻ったんだっていう話なんだけど、この風景はもう完全にあの最初のレバー、ね。レバーですよ。でも最初のレバーってことは、俺らも知っちゃってるやん。上に行けばいいんですよね。どうやってやるか。行けー、じゃあ降りてくる。まだだから。今行っちゃうと川に落ちちゃうから。転落で終わり。俺すぐいつも落ちる役になってるから、そうすると。怖いなぁ。怖い。で、これは降り切ったねと。これ切ったらいけですよね。よっしゃいけ。ん？ん？落ちろ。あ、落ちれないんだね。よかった。ごめんなさーい。ごめんなさーい。すごいね、でも結構シビアなタイミングやね。そうなんですよね。もう体力全開したら行きましょうか。そうだね。で、まだ降りてこないね。うん、もうちょっと早くてもいいのに。あんま早いとダメなのか。そうなんですよ。いくよ。はい。走れ。よっしゃ。よし。これで、上に登り、登るでしょ、はい、そうすると、あの、化け物が上にもいるんだよな、多分な。うんうんうん、で、あ、違う、後ろだ。こっちでレバーを最初に引くんだわ。確か。うんうんうん。そうだよね。そうすると、どっかで何かが変わっただろうという。水が出てくるんですよね。そうです、そうです。この辺は敵出ないの分かってるから、うんうん、強気のダッシュ。これ違う。お、あ、なんか、え、もしかしてタイムリープしてる？あれ、タイムリープしてない？もしかして。走れ。うわ、よっしゃ。オッケー。これでなんで俺あそこ、おお。ほら、来いや。来てみろ、ほら。あいつここで行ったり来たりしとるな。そうなんですよね。え？つまり。扉を。うん。ぶっ壊してもらわないと下に行けないってこと？になんの？もしかしたら。もしかしたら。そういうこと。で、こっちでいいのかな？そっちで。こっちで。俺さっきどっから落ちたよね、ここで。落ちました。ここか。これのレバーをゲイ。ゲイすると、水がじゃあ、で戻るよと。じゃあ、ここから戻れるやん。ここから戻れるやん。あ、本当だ。あ、そういうこと？ん？戻っちゃっていいのかな？わかんないです。戻った。まあ、でも上にはもう用意ないですよね。鍵ないもんね、だってね。ないです。鍵がなきゃダメなのかな、どっかで。これで、降りてくるじゃん、うん、え？で、あの化け物があそこ行ったり来たりしてるじゃん。はい。我々は一体どこに行けばいいんだい。で、あのマイナス K の紙のところには爆竹しかなかったよね。うん。そうだ、鍵を探さなきゃいけないんだな。大丈夫ですか？で、右から来るよ、確かね。左から来る。左側来たね。待てよ。これで、あのマイナス K の紙の方に、でも爆竹取りに行った方がよくない？一応。あいつが今来たら。あいつが今行って帰ったら、どうしましょうか。行って帰ったら、地区を。ああ、かわいい。何でしょうかね、あれ。雲かな？なんだろうね。なんか。まあ、多様性？バカだろ。シンプルな。うん、で、これはぶち破んなくていいんだよ、多分ね。そうですね。うん、多分ね。で、来てるね。戻ったね。戻りましたと。戻りましたがありましたと。で、はい。はい。え？はいとかじゃねえだろ。マジでやめてほしい、こういうの。マジでやめてほしい。いけるかな。これいけるかな。いや、いけないですよ。いけるかな。いけないですって。チェックポイントだってなくなっちゃうんですよ。
爆竹止まっちゃったらどうするんですか。知りません、わかりません。もう一個殴り食べた方がよくないですか。とりあえずなんか来ました、ここに。うわ、危ねえ。どこ、何、ここ、何、何、ガッキー、ガッキー、何、ガッキー、ガッキーか、これ、ガッキーか。休憩ポイントか。休憩ポイント、あ、ここで一旦やり過ごす的な。はい。で、どこ行けばいいの。来ますよ、そこから。来ます、はい、来ました、はい、来ました。よし、んそれ それであいつが戻ってくる。うわ、同じやつ、これ違うやつ、同じやつ、同じやつ、どっち、このダメだ、なんだ、来た、ちょっと追いかけるぞ、こいつを。追いかけるとなんか行けるとこ。追いかけたらどうしたんですか。追いかけたらどうなっちゃう。戻りますよ、戻りますよ。戻っちゃう、戻っちゃう。ってことはこっち、早く、こっち、早く、こっちでいいの。はい、合ってる、こっち合ってる、合ってるんですけど、合ってるんですけど、合ってたとて、うん、合ってたとて、奥にあるの、うわマジかよ、棚ついよ、棚半端ねえわ、棚ありがとう、棚ありがとう、今もし目の前にやったら抱きしめてる、おお、棚抱きしめ行きたいよ、これもう本当に。でこれレバーどうなんだっけ、これ。それが分かんないんですよ。あ、ここで今最後だったんだ。そうです、前回の私たちは生涯をここで終えました。なるほどね。これ来る、来ます、来る、どこまで来る、そのろうそくあたりまでじゃないですか。そうか、でそしたらあの休憩ポイントまで、休憩ポイントに行けば、来た、よし、これでさっき言ってたスタバがいいなとか言ってた、確かこう、スタバ行こう、水戸にしよう、スタバがいい、いや俺ゴンちゃんのフローズンが飲みたい、サーティワンがいい、来たー、棚棚棚棚棚棚、走れ走れ棚、走れ棚、走れ棚、いや、やった、すごいな、棚、棚すごいけど間に合わんど爆竹じゃないですか。爆竹、あっちらへんに爆竹やって投げといて右に行けばいいんじゃないですか。なるほどな、なるほどな、来たね、来たね、はい、来たね、あっちの穴のあっちの方にポイってするわけですね。そうそうそう、よし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 よよし、これでタイミングバッチシ、これどこ行くの、何もしてないんですよ、この後どこ行くの、鍵もニュースしてないですし、うん、私何が変わってるのかわかんないんですよ。わかんないよね、このレバーによって何が変わっているのかっていうのを知りたいですよね、うん、あれ橋が向こうです。あれ待って。もしかして、もしかしてさ、そういうことだったんじゃないの？手前のレバーで橋を上に、下から上に、上から下に下げます。で、奥のレバーで上に上げます。で、奥行きますっていうことだったんじゃないの？やんなくてよかった。何にもねえな、おい！じゃあ、壊してもらいましょうよ。せっかくなら。そうね。どうしたらいいんでしょう。鍵が、鍵がないですそうだよね、長いなー、爆竹長いな、なんか喋ってるわ、喋ってますね、なんか人の怨念みたいなのが。で行ったはいいですけどね、こっちが開かないですよ、鍵かかってんだよね、爆竹投げれないですもんね。ん？ここ？
ここぶん投げたらなんかなんのかな。下行っちゃいます。この扉の奥がここに繋がってんちゃう。ちょっとやってみるよ。どうせなら、はい、どうせならやってみるよ。投げて急いでな、急いで逃げると。上に逃げる。どうだ、行くかな、行くかな。来た、来たね、行ったね、行ったっぽい。壊した音したわ。もういいよ。ありがとうと言いたい彼に。いや彼女か、わからん。あの人に、あの人に文句言いながら入りました。何よ、何もいなかったじゃないのよ。誰あんなとこで爆竹鳴らしたなって感じかな。そんな感じです。オッケーオッケー。あー、突破突破、新ゾーンへ来た。レバーとかない。これさっき見えてたとこか、ね、見えてたとこね。そうだ、来たぞ。やっと来れた。あっ、うわっ、危ねえ。シャッ、はぁ、なんで前から来るん。嘘、なんで前から来るん。え、どこまで、どっから。もう分かった意味が。よしよし。で、しずかちゃんがいるんで、うん、いるからのんびり行こうか。そっから来た今。あ、こっから来たんじゃない今。こっから来た。あ、もう一個先じゃない。いますよ。でも多分走らなければバレないんじゃないかと思うんだけど、そんなことないの。分からない。ほら見つかってないもん。ほらほらほら見つかってない、見つかってないでしょ。ギャーンって言ってないもんだって。言ってないです、うん、声も聞こえないもんね、どこにいるのみたいな。しゃがんでる、しゃがみながら歩いてるからじゃなくてですか。しゃがみながら歩いているからってことか。すっごいドコドコしてるんですけど。たたなんだか。いや、短く驚かせた。今他に理解しようとしてびっくりよりも理解が先に。たってなんだ、たってなんだってこと。お墓みんな、お墓じゃないな。お、あ、コケ、コケ、これなんだ。なんか身も守ってくれるかもしれないよねみたいな。そうだった。あの、体力を削ることによってみたいなやつか。そうです。終わりですか。ここのあれがこれってことないやろ。これ右じゃないの。右のなんか下の方で見えないか。見えないか。見えなさそうだな。見えないのかもしれないな。終わり？なわけないよね。まさか。まさか。そう。まさかまさか。こけしのみのために来たの？それ大規模すぎるやろ。これさすがに仕掛けが。この静香ちゃんをなんか利用する気がしません？なんかそんな気するような爆竹もあるし。うん、ドア的なものがあるの？わからないよ、ノーヒントすぎて。なの？なんですか？ここがもう道じゃなかったらもうないよ、この先。本当ですよ。うん、どうすれば？実はドアがあるとか？ないとか？あ、静香ちゃんの隣のところに何かあるよ。あ、レバーとか？どうですの？どうですの？僕の目には映らないんですけど。ないですね。ないよね、これね。なんもないですね。なんもないよね。アンモナイトですよ。アンモナイトじゃないです。全然違いますよ。ここの途中にドアとかある？ないですね。なさそうだよね。全然ないよね。やばいって。やばいってこれ。
これは汚れかな、ただの汚れ。泣いている泣いている、なんもないよね。なんもないですね。なんもないよね。はぁ、あ、未だにあの水のレバーの謎が解けないっていうね。本当ですよ。うん、降りれない降りれない。あれ、こっから来たんだよね、多分ね。この奥から来た。あれ、じゃあそこ行ってないってこと。ここから来てて、うん、じゃあそこのくぼみ行ってないんだ。だがしかし何もない。何もないよ。レバーとかもない。なんもねえじゃん。なんもない。は？なんもない。ん？え？この奥にもなんもない。なんもないな。つみつみした？つみつみだ。つみつみ？ん？ん？なんか急に、なんか急に進んだ。何？ん？なんか、なーにこれ、なーにこれ。何かいる。なんか、こういうのがいる、こういうのが。え、なにこれ。こういうのがいる。え、どうしたらいいんですか？ちょっと横からシュッていく？横からシュッていく？はい。気持ち悪い、なんだこれ。とりあえず大丈夫っぽいね。急に進むやんっていうか。なんか今戻ろうとしたんですよ、元の道を、うん、戻ろうとしたらなんかくぼみがあって、うん、入ってみたらこうなりました。まあよし。あ、ん？何人かが倒れていない。え、死体がなの？連れて行かれたの？死体が連れて行かれました。バク？これバク？なんだこれ。買い物リスト、ノート印刷化し、消しゴム、絵の具、白青、ビリジアン、リンスインシャンプー、詰め替え用、自分のシャンプー、アイス、スニーカーバニラ、チョコミント、小豆、自分のやつ、あと美術の宿題用のちょうどいい石。うわぁ、絶対、小学生的なやつが連れて行かれた的なやつやん。ですよ、絶対そうですよ。まあ、鍵かかってんだろうな。こんな気がしたよ。全部がなんかそのそれに見えてきちゃって、なんかただのただのなんか砂利的なやつ多分ですよね。なんだこれ、ただのただの岩的なやつですよね。いや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 、何の音もしねえ。え？ああ！え？犬よ。犬か。犬。犬か。犬なら可愛いもんよ。左から行きます。何もいねえな。左か、ん？あそこまっすぐだ。どっちも行けるっぽいな。これ水の音ですよね。水の音です。ん？なんかいません？俺の前にはいない。これ何ですか？ん？石？あ、石の肌です。あ、岩肌ってやつですね。岩肌。通称。立ってんのかと思いました。立ってる風に見えたね。あ、なんかある。ん？あ、こけし。こけだ。ん？達成の証のロッカーモードが解放されたよ。知るか！そんなんどうでもいいわ！ロッカーモードとは？わかりませんよ。いけない、コケのためにここに来た。はあ、やり込み要素的なことなのかな、コケは。かもしれないですね。どんなゲームにもある。なってない。ん？なんか明るいね。なんか明るいわ。なんか明るいわ。灯火が。あ、ちょっと、まあ、とりあえず新ゾーンに入ったということでね。まあ、まだあのステージ3クリアできてませんけど、まあ、あの本当に次こそはクリアしたいと思います。お相手はヒカルピとレオナでした。ありがとうございました。